私の名前は宮崎みのり。とある会社の工場で勤務している。職場にいる社員たちは男女問わず気軽に挨拶や雑談をするような良好な人間関係で雰囲気のいい職場だった。お疲れ様。今日のお昼はどこに行く？近くにパスタのお店ができたみたいだよ。試しがてら行ってみる？この間食事に行った山脇くんとどうなったか宮崎さんに聞かせてもらわないとね。もう大した話はないですよ。でもちょっとだけ進展ありました。職場に気になる男性もいたりして、公私ともに平和で充実した毎日を送っていた。そう、あの悪魔が現れるまでは。ある日、工場長から別の営業所から女性社員が移動してくるというお達しがあった。それは珍しいことではないのだが、工場長が言ったセリフがどうにも違和感があった。明日から平沢さんという女性社員が営業所から移動してくることになったので、みんなよろしく頼むね。愛想のいい子だが、男性社員は勘違いするなよ。あくまで仕事仲間として接してあげてくれ。そんな冗談めいたような注意喚起にみんな笑っていたが、それがどういう意味だったのか後に知ることになる。平沢桃子です。一生懸命頑張ります。よろしくお願いします。移動してきた女性社員平沢桃子さんはスタイルが良くて色白の美人で、男性社員の視線を一気にかっさらっていった。ニコニコと愛想も良くて、たちまち社内の噂となった彼女を他部署から見に来る社員もいた。休憩時間に彼女と話してみると、話も面白いしいい人っぽい。これは工場長が言っていた意味もわかるなとこの時は思っていた。研修期間は真面目に仕事に取り組む姿勢も見られたし、物覚えも良かった彼女。じゃあ私の仕事はもう終わりですので、自由にさせてもらいますね。しかしとうとう彼女は本性を現した。一人で仕事を任されるようになった途端に、仕事に対してやる気ゼロ、仕事放置で男性社員の多い部署に入り浸るようになり、勤務時間が終わるとほぼ日替わりで仲良くなった男性社員と食事や映画に行ったり、週末まで遊ぶようになり、社内ほとんどの男性社員が彼女の親密なお友達になっていた。彼女の親密なお友達、いわゆる取り巻き男性社員たちの中心にいるのは以下の3名。桃子ちゃんと一緒にいると癒されるよ。家に帰ってくたびれた嫁見てもなえるんだよな。斉藤さんかわいそう。奥さん、あなたのこと気遣ってあげないんですか？よかったら愚痴聞きますよ。30代既婚者の斉藤さん。平沢さんはいつも話が面白いね。一緒にいて飽きないし楽しいよ。本当に彼氏いないの？本当ですか？ありがとうございます。いい人がいなくて。でも山脇さんみたいに素敵な人だったら付き合ってみたいな。20代後半の独身山脇さん。マンネリ化っていうのかな、最近彼女と会ってもときめかないんだよな。桃子ちゃんみたいな美人だとそんなこともないのにな。そうなんですか。それは嫌ですね。私ならそんな思いさせないのにな。同じく20代後半だが長年付き合っているという彼女がいる中川さん。この人たちは特に彼女と親密な関係性なのか、盲目的に彼女に夢中になっているようだった。他の男性社員たちも彼女を守る紳士気取りで、取り巻きたちは他の女性社員を目の敵にするようになった。なんだか最近職場の空気がおかしいですよね。平沢さんに対する男性社員の接し方というか。それに斉藤さんって既婚者でしたよね。これはまさしくあれよ、俗に言うコミュニティクラッシャーという厄介女の類だわ。もちろんそんな彼女は女性社員から顰蹙を買っており、軒並み嫌われていた。しかし彼女の厄介者さ加減はこれだけではとどまらなかった。平沢さん、もう少し真面目に仕事に取り組んでください。そう言われましても、私なりに真面目にやっています。仕事そっちのけで他の部署に入り浸ってるのは仕事をサボっているのと同じです。今やるべきことをやってください。わかりました、すみません。仕事をサボって男性社員と仲良くしているため、とある女性社員が注意をしたのだが。平沢さんに嫌がらせしてるんだってな。ふざけるなよ。平沢さんが美人で綺麗だからって歪んでるじゃねえぞ。平沢さんは仕事を真面目にやってるのに何癖つけていびるなよ。は？彼女に注意をすると、間もなくして彼女の取り巻きたちが現れ、その女子社員を囲んで罵倒の嵐。課長や部長が注意しても悪いのは絶対にこいつだと言って引かない。しかも複数の男性社員が彼女に謝れ、嫌がらせ行為はやめろという
嫌がらせのような電話をしたりと、その人を休職するまでに追いやった。佐藤さんに嫌がらせ電話した男性社員たちはきちんと処分になったそうですけど、やっぱり最近の男性社員の方々はおかしいですよ。何でも平沢さんのことを肯定して味方になって、女性社員に対して嫌に攻撃的だし、おかげで仕事しにくいし、職場の雰囲気が最悪ですよ。そういえば私聞いたんだけどさ、同僚曰く彼女が以前いた営業所でも同じ現象が起きていたそうだ。注意されるとふてくされて、仲のいい男性社員に自分の都合のいいように話をねじ曲げ、被害者だと言いふらし、注意した相手に突撃させるように仕掛けていたりとか、他にも男性社員同士が彼女の取り合いになったり、妻帯者が彼女に入れ込んで奥さんが乗り込んできたりなど、かなりのトラブルメーカーだったらしい。それで移動してきたのかと納得の理由だった。勘違いされると大変だから、ちょっと交流を控えた方がいいんじゃないですか。ほら、後々いらぬトラブルにもなったりするし。彼女にやんわり注意を促してみたが、彼女はあっけらかんとした表情で言った。私はお友達付き合いをしているだけですよ。スキンシップはしますけど、そういった体の関係があるわけでもないですし、ちゃんと一線引いて交流しているつもりです。向こうが勝手に勘違いしてるだけですよ。でも私に夢中になって尻尾振ってる姿見るのが楽しくてやめられないんですよね。悪気もなしにそう言ってのける彼女がドン引きを通り越して恐ろしくなった。あなた、そんなことばかりしていたらいつか誰かの恨みを買ってとんでもないことになるわよ。心配いりませんよ。私そのあたりはいつもうまくやってるんで。これ以降、私たちや女性社員は彼女と関わるといつかトラブルに巻き込まれると自衛のために最低限の接触しかしなくなり、部長や課長しか注意する人がいなくなった職場はほぼ彼女の独壇場でやりたい放題だった。そんな状態で半年が過ぎたある日、彼女が会社に損害が出るような大きなミスを犯した。まあこういうことってありますよね。ミスなんて誰にでもありますし、ミスしない人なんて世の中にいませんよね。工場長、もしよかったらお詫びに私どこへでも付き合って差し上げてもいいですよ。どこでもいいですよ。彼女は悪びれもせずにごまかしたり甘えた素振りをして工場長に取り繕って謝罪もしなかった。そんな彼女の態度にいつもはおとなしい工場長がついに切れた。なんだその態度は。言い訳ばかりで開き直って謝罪一つもせずに、いい加減にしろ。そんな急に怒鳴らないでくださいよ。あのな、君のミスのせいで先方に土下座しに行かなきゃいけない営業がいるんだぞ。他の人間に迷惑をかけたことに何とも思わないのか。そんなこと言われても。がっつり叱りつけられ、彼女は号泣。そんな彼女の声を聞きつけ、取り巻きたちが工場長に食ってかかった。泣かせるなんてひどいじゃないですか。ミスなんて誰にでもあることでしょ。そうですよ。注意するにも言い方ってものがあるかと思いますよ。彼女はまだ仕事に慣れてないんです。もう少し思いやりを持ってやってもいいんじゃないですか。そうだそうだと周りにいた複数の取り巻きたちも言っていたが、工場長はギロリと男性社員たちを睨みながら言った。仕事中だろう、落ち場に戻れ。その迫力に圧されてか、男性社員たちは逃げるように散っていった。ちなみに彼女はそのまま机に突っ伏して就業時間まで仕事せずに号泣しっぱなし。もちろん誰も慰めもしなかったけど、そして定時になったら顔を伏せながら逃げるように帰っていった。誰もがもう来ないだろうなと思っていたその翌日。工場長、おはようございます。昨日私はとても傷つきましたが、工場長の言葉は水に流してあげますよ。ご家庭で何か機嫌が悪くなることがあったから私に八つ当たりしたんでしょ。私も大人ですので、工場長がこの場で一言謝ってくだされば許してあげます。さあどうぞ。何事もなかったかのように出社し、工場長のもとへ行くと、彼女は偉そうにそうのたまっていた。社員を注意するのも僕の仕事の一つだ。君に謝らなければいけないことなど何一つしていない。どうやら君は会社で仕事をするということがどういうことなのか理解できていないようだね。後日人事と一緒に話し合おうか。工場長はそう言って彼女を自席に戻らせていた。翌日、人事部の人が来て別室で彼女と面談。結果、
彼女は体調不良ということで退職することになった。まあ妥当な判断よね。取り巻きの男性社員たちはどうするんでしょうね。盲信していた彼女がいなくなるんだし、元の平和な職場になればいいんですけどね。後日やはり取り巻きたちが彼女の退職に関して人事に抗議しに行ったが、相手にされなかったという話を聞いた。それから2週間後、取り巻きたちも目が覚めたのか、女子社員に対して普通に接するようになり、徐々に元の平和な職場の雰囲気に戻っていっていた頃、斉藤さんが離婚？うん、何か平沢さんに本気になったらしくて、今かなり揉めてるんだってさ。妻子捨ててまで入れ込むなんて、よほど彼女のこと愛してるんですね。私にはなんでそこまでするのか理解不能ですけど、取り巻きの一人、斉藤さんが辞めていった彼女と一緒になるため離婚をしたと噂になった。その他にも平沢さんに夢中になりすぎて長年付き合った恋人に振られ自暴自棄になっている中川さんだとか。あ、宮崎さん、よかったら久しぶりに食事でも。すみません、その日は用事があるので。まだ日付伝えてないんだけど。平沢さんが来るまでは私にアプローチをかけていた山脇さんは、彼女が辞めた途端私を食事に誘ってきたがお断り、彼女が現れてから私を平沢さんに嫉妬する嫌な女社員扱いして無視していたのに、私を何だと思ってるんだろうか。そんな感じで平沢さんの取り巻きたちはいろいろありつつ時が過ぎていった。ある日出社すると、なんだか社内で人がバタバタと動いていて異様な空気だった。どうしたんですかね、何かあったんでしょうか。部長も課長も工場長も午前中席を外すっていうし、上司が動かなきゃいけない何かがあったのかもね。なんだか怖いですね。同僚とそんな会話をしつついつも通りに仕事をしていた。それから数日後、同僚伝いで分かったこと。斉藤さんが逮捕？まさか平沢さん関連じゃ。そのまさか、かなりえげつないことになったみたいよ。それから詳細を聞くと、まさに驚愕だった。ふざけるなよ。俺はお前と一緒になるために妻と子供を捨てたんだぞ。今更付き合えないってなんだよ。そう言われましても、私お付き合いするなんて一言も言ってませんし、あなたが勝手に勘違いしただけじゃないですか。お前、あれだけ思わせぶりなことをしていたくせに、行くあてがなくなったって言うから引っ越し資金と当面の金までお前に渡してやったんだぞ。こんなの詐欺じゃないか。そんなの頼んでませんし、体の関係もないのに勝手に彼女だと思われるなんて迷惑です。私は今の彼とお付き合いしているので、さようなら。ふざけるな。斉藤さんの離婚に関わってるのにもかかわらず、体の関係がないことから微々たる慰謝料を支払うだけで済んだ彼女は、斉藤さんを利用するだけ利用してあっさり他の男に乗り越えたそうだ。それで喧嘩になり警察沙汰に。詳しくは知らないが、会社の上層部も大騒ぎになるほどのことになったらしい。まあ人を存在に扱い続ければ、いつか誰かの恨みを買って恨みを晴らされる時が来る。そのいつかが来ちゃっただけじゃないかしらね。彼女の場合、今まで何もなかったことがラッキーだっただけよね。正直同情する気も起きないわ。美人である容姿を盾に男性をうまく利用するだけ利用し続けたが、最後にご自慢の容姿も怒り狂った男性には通じなかったようだ。その後、さてお昼だお昼、今日は私のおすすめのお店に連れてくよ。私おごっちゃう。わーい、ありがとうございます。職場は何事もなく平和だが、女性社員と男性社員の間に以前の気軽さはなんとなくなくなった。男性社員は前のように接してくるが、女性社員は一線引いて当たり障りなく交流している。まあ世の中そんなに都合よく元通りにならないということだ。そういえば最近ちょっといい感じの人がいるんですけど、相談に乗ってくれます？実は待ち込んで知り合った人なんですけど、距離の詰め方は分かんなくて。お、いいよいいよ、聞かせて聞かせて。ともあれ、やはり人間関係は相手への思いやりがあることで成り立つものなのだなと改めて思わされた出来事だった。ご視聴ありがとうございました。また見てね。